はい、ということでね、南下して向かってます。サバシボ大使にね、向かって移動してます。タケルのところでね、少しあの立ち話をしすぎちゃってから、出るのが遅くなっちゃいました。ちなみにね、今、2時ですね。はい。サバシボ大使までは43キロぐらいなんで、約ね、1時間もあれば着くと思います。でね、今もう2時半になったんですけども、お昼ご飯食べてないじゃないかって思うかもしれませんけども、お昼ご飯の方はね、僕はそこまでガッツリしたものが食べれなかったんで、おにぎりをちょっと1個買ってから詰めました。だからミニストップで買ったおにぎりパン、あとおにぎり1個という感じで、おにぎりだけでね動いている状況ではあります。はい、サバシボ大使到着です。よし、行きましょう。こちらがね、サバシボ大使さんですね。今からね、お参りになるのかな、していきたいと思います。じゃあね、またね、農協ちょっと帰ってまでにね、行きましょう。農協します。はい、ありがとうございます。あとは男玉をお願いします。ありがとうございました。はい、ということでね、農協もねしていただきました。かっこいいですね。ジュースの方もね購入できました。はい、でこれでね 1,2,3,4 まで回ることができました。で次はね5に行くような格好になるんですけども、ね、5番はねここから200キロぐらい離れた場所にあるんで、とてもね1日じゃ行ける場所ではなかったんで、今日はねここから移動してから、ちょっと少しドライブ観光をしながら今日のね宿泊予定地の方にちょっと向かいたいと思います。よし、じゃあね、4箇所目終わったんで車に戻りましょう。はい、ということでね、じゃあもう早速ねちょっと行ってみたいと思います。で今夜のお宿はね、ここですね、このハートマークがついてるところ、これ坂本龍馬の像があるあたりなんですけども、今夜はここにいてちょっと宿泊しようと思います。ですんで、その宿泊場所までが129キロあって3時間30分かかるらしいんですよね、この室戸岬の方をぐるっと回っていくのに。もうこれしかね道がなくて、この辺の道はなんかねだいぶ混んでる、狭い道なんで、ここをこう通っていくのが早いんで、こういう風に行きたいと思います。ですね、今がね5時半ぐらいなんで、早くて7時弱ぐらいでなるんですけども、頑張ってね行ってみたいと思います。はい、ということでね、行きましょう。3時半なんでね、すごい日が傾いてきましたね。夕暮れ時なんですけども、雲が出てきてくれたおかげでね、眩しくなくていいですね。はい、ということでね、室戸岬の近くまでやってきました。で、この信号を右に曲がったら反対側に出るんですけども、この先がね室戸岬なんで、もうねちょっと遠回りになりますけども、そっちに行きたいと思います。せっかくここまで来たんでね、室戸岬見ていきましょう。約ねここからだったら6キロぐらいあるんで、この道をねのんびり走っていきたいと思います。この辺かな、多分止めてもいいところですね。はい、到着。はい、ということでね、室戸岬に到着ですね。今の時刻は4時46分です。5時前ですね。あれ太陽と向こうか、こっちに見えるかと思ったんですけどね、ちょっと残念でした。観光ができる場所ってあるのかな、観光スポットあるのかな。観光案内板があったんですけども、今いるのがここなんですけども、この辺にも駐車場がありますね。こっち行ったらね夕日が見えるかもしれないんで、こっち行ってみましょうかね。ちょっと行ってみましょう。よいしょ、ありましたね、駐車場です。見えるかな、あ、遊歩道がある。あっちの方だと思うんですけどもね、今日は見れませんね、残念です。で今がね4時50分ぐらいなんで、もう日が沈む時間ですね。見えないのがね残念です。これでもね室戸岬まで来れました。はい、
なんか室戸岬って昔ね売店があったような気がするんですけどね、20年以上前の話ですけども、気のせいかな、そうでね、なんかすごい貝殻を売ってたような気がしたんですけども、なくなってましたねお店が、残念です。よし行きましょう。ちょうど5時ですね。今日の宿泊予定地ですね、坂本龍馬村の近くの、アルベパークに行きます。でここから、目的地までは約80キロぐらいですかね。カーナビの地図を見てみたら到着予定時刻は、19時35分とかなってるんで、2時間35分かかるって言ってるんでね、安全運転で行きたいと思います。結構渋滞というかペースがゆっくりめですね。室戸岬の方からね高知の方に抜けるのはもう一本道これしかないんで、結構ゆっくりなペースでね車が走ってます。はい到着ですね。ちょっとスーパーに寄りました。AMAX っていうお店ですね。AMAX 赤岡店さんですかね。岡山にはないねスーパーなんで、ちょっと少しね中を散策させてもらいたいと思います。はい、ということでね、ごそごそ買ってきました。車に戻りましょう。はい、ということでね、買い物終わって帰ってきました。今の時刻がね7時49分ですね。7時ぐらいに来たんで1時間近くね買い物したっていう格好になります。でこの時間かかった理由としまして、この辺でカツオ料理が食べたいなと思ったんですけども、ちょっとこの時間からねカツオが食べれるお店が開いてなかったんで、今回はちょっとねもう食材を買っていきました。はい、でお腹も空いたんですけども、もうちょっとこの食材を持ってねこれから坂本龍馬村の方の近くにあるアルブパークの方にね行ってチェックイン済ませたいと思います。はい、ということでね出発です。はい、到着です。よし、こんなと思うんで、はい、ということでね、無事到着しました。今の時間がね8時38分ですね。だいぶ時間かかりました。でチェックインはね向こうだと思うんですけども、9時までにチェックイン しないといけないんで、急いで行ってチェックインして、さらにねもうお風呂もねこっちあるんで、お風呂も入って帰ってきたいと思います。で入って帰ってきた後に車を移動して、晩ご飯にするみたいなね箱にしたいと思います。じゃあね行ってきます。チェックインをね済ませたんで、今からもお風呂に行きたいと思います。ということでね、もうねお風呂入っていきたいと思います。お風呂貸し切り状態でした。今日はねお客さんが少ないんでどこに泊めてもいいですよっていうふうに言われたんですけども、どこにしようかな。今ねちょっと駐車場見てみたんですけども、どこでもどうぞって言われても、その平らなわけではないみたいだから、結構傾いてますね。傾斜地対応のね装備は持ってきてないんで、これじゃ困りましたね。どうしよう。ここがね一番端っこなんで、ここにしましょうかね。はい、ということでね、こんな感じで車を止めました。平らでからゆっくり寝れそうなのと、こっち側でね料理をするのに良さだったんで、こっちにしました。はい、じゃあねあんまし大きい声も出せれるので、もう車に戻ってねゆっくりしましょう。はい、ということでね車に戻ってきました。で今の時間はねもう9時50分ですね。すっかり遅くなってしまいました。でびっくりするのがね、今の気温でから 21.3 度もあるんですよね、この車の中。めちゃくちゃ暑いです。で先日もう氷点下2度の車中泊してきたばっかりなのに、からその体の冷えが温めきらんうちに今度はこんなところにいるというね、すごい暑いです。でもうねお腹も空いたんで、ご飯食べていこうと思うんですけども、今回ねやっぱし高知に来てるんでカツオを買ってきました。これですね、いいのが落ちたんでね、こちら買ってきました。大好きなシール貼られてますね。であとはねフライドチキンみたいなの買ってきました。美味しそうですね。ということでね、今からちょっとこれらを食べていこうと思うんですけども、このままじゃもう多分ね熟成が進んでると思うんですよね。ですんでこれはねもうコンロでね炙り炙り食べていこうと思います。じゃあねくっつきにくいホイルで敷いて、この状態でね焼いていきましょう。ちょっとね炙る前にね、まずは食べてみましょうかね、炙り前のやつを。よし、いただきましょう。
いただきます。まあまあですね。はい、じゃあ次ね、焼いていきましょう。でもね、やっぱしあの炙りが足りなかったんで、こんな感じで焼いていきましょう。軽く炙るだけでね、もう色が変わるんで、いい感じですね。はい、色変わりました。さっきの炙りだれにね、入れて食べましょう。美味しいです。やっぱしね、炙って表面軽く焼いた方が美味しくなります。かなりおすすめです。皆さんもね、熟成の進んだカツオを買われた場合にはね、表面少し炙ってみてください。めちゃくちゃ美味しくなります。はい、じゃあね、どんどん焼いていきましょう。本当にね、軽く炙るだけでから、もうあの表面少し炙るだけでから美味しくなるんでね、おすすめなんですけども、これをね食べるのにやっぱし何も飲まないのもちょっと失礼ですよね。ですんで、こちらを買ってきました。今日はこれビールじゃなくてから、ノンアルコールビールです。なんか美味しそうなものがあったんで買ってきました。で、明日ね、あのちょっと朝早くからもう移動しないといけないんで、今もう10時なんでね、今から飲んだら多分確実に残るんで、今日はもうあのノンアルコールビールにしたいと思います。いきます。窓はね、もうあのこっち全開です。あのネギが少なかったんでね、買ってきてたんで追いネギしました。ネギまみれにしていただきます。はい、ということでね、たたきは食べたんですけども、こうネギがね余ってますね。で、ビールも余ってるんで、お次はね、今日お昼に買ったね、イリカスを焼きましょう。これ実はね、ちょっとあの後でから冷凍のものから生イリカスというのかな、まだ凍らせる前の状態のものに交換してもらったんで、かなりフレッシュなね状態のイリカスです。このまま食べてもいいんですけども、僕はね少し炙った方が好きなんで炙りたいと思います。鍋チェンジ。焼く前のスイカ食べてみましょう。あー、本当だ、食感全然違いますね。美味しい、味の詰まったタコみたいな感じです。で、焼けた分にポン酢を固めてネギをのせて、ネギポンイリカス。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。こっちのフライドレークに関してはね、ちょっと明日移動しながらでもね、こうかじりながら移動したいと思います。今日はもうお腹いっぱいです。で、ね、これあの Google フォトで家で作ってきたマップなんですけども、今ここのハートマークのところですよね、宿泊場所です。今日一日こんな感じで走ってきたんですけども、走行距離が約250キロから260キロぐらいでした。で、明日の予定はここから5番を皮切りに6、7、8といって宿泊と思ったんですけども、今日のその流れからしたらですね、結構早く行けそうな感じがしてるんですよね。ですんで、もしかしたらもっと早くたくさん行ければ、これね80時間じゃなくてもっと早く回りきれる可能性が出てきてるんですよね。ですんで、ちょっと明日はね、もう頑張ってから一生懸命たくさん回ると思います。で、まずはね、5番までが約40キロで1時間かかるんですよね、移動に。だから朝の6時ぐらいにはもう出てから移動しないと、朝の7時に5番に間に合わないと。ですね、明日ちょっとね、どこまで行けるかわからないんですけども、できればね、11時ぐらいまで行ければすごくいいなとは思っております。ちなみに11時まで行こうと思ったら300キロぐらい走らないといけないんですよね。ですね、朝一番から走ったらなんとか11まで行けるかなと。贅沢言えばね、12まで行ければかなり楽ではあるんで、本当にね、ちょっと頑張ってから回ったら、もしかしたら80時間切れるかもしれないんで、ちょっと明日以降もね、また頑張っていこうと思います。どこまで行きますかね。個人的には12までクリアできとけば相当楽に後が回れるんじゃないかなという覚悟だと思います。今日ね、ほんでもね、もっとそんなにね早く回れるんだったら5まで行けてたかもしれないですね。でもまあそれは言わないと話していいと思います。はい、ということでね、お年中の方は 1,2,3,4 個手に入れることができたんで、明日はね、もっとたくさん一気にね12まで行ければいいなと思って頑張っていこうと思います。明日だけで四国半周という格好になりますからね、それができたら。でもね、行けるんじゃないかと思うんで、ちょっと頑張って行ってみたいと思います。はい、じゃあね、明日も早いんで休もうと思います。はい、それじゃね、おやすみなさい。だいぶ険しい登り坂ですけどね、頑張って登りましょう。こんにちは。